今ご覧いただいたこちらのつなぎ目が消える不思議なブロック、皆さんも一度はインターネットなどで見たことがあるのではないでしょうか。今回はこちらの不思議なブロックの製造方法を解明し、この技術がどのように使われているのか皆さんにご紹介したいと思います。まあ製造業関係の方、特に機械加工とかをされてた方なら、もう形状とか加工面を見ただけであれで作ったんでしょって感じで答えがね分かってるかと思うんですが、今回はですね、一般人代表として僕の6歳の息子にこの現物を見せてどうやって作ったでしょうというふうに問題を出してみました。息子の答えとしては、レーザーで切ったんでしょっていうふうに答えたんですが、答えとしては、×となります。まあ、息子もあの板金屋さんにね一緒に行ったりしてレーザーをね見てるんで、そういう答えが出たんじゃないかなと思うんですが、まあ僕の知る限り、この板厚40という厚みをこれだけ精密に切るレーザー、まあ、CO2 レーザー、ファイバーレーザー、いろいろありますけど、多分ないんじゃないかなと思います。はい、あったらすいません。じゃあこういう糸のこのめっちゃすごいやつみたいなのがあって、それで切ったんじゃないかと思うかもしれないんですが、実際に実験をしながらちょっと説明したいと思います。この手動の糸の子を使って木材を切ってみたわけなんですが、まあ、当然ね入ります、入りますけど、これで、このガタは何かっていうと、これ当然刃の厚みなんですね。この場合だとまあ大体 0.8 ミリぐらいあるわけなんですよね。これ木工用でこの厚みなんで、鉄工用になると普通は太くなったりするはずです。ただあの不思議ブロックにはそんな隙間はありませんでしたし、このアプローチの時のこういった、刃の入り口なんかもなかった。じゃあどうやって作っているのか、実際にあの不思議ブロックを作った会社さんに行ってみたいと思います。はい、というわけで神奈川県にある牧野フライス製作所さんの厚木事業所にやってきました。ここで例の不思議ブロックの製作過程を皆さんにお見せしたいと思います。おそらくあそこの建屋で行うんじゃないかなと思います。行きましょう。はい、あの不思議なブロックはこういったワイヤー放電加工機を使って作られています。ワイヤー放電加工について簡単に説明しますと、こちらにある真鍮製のワイヤーを使ってワークを切ります。この髪の毛ぐらい細い真鍮ワイヤーを放電させることによって切っています。材料と真鍮ワイヤー、電極ですね、この間にアーク放電というのを発生させます。だいたいそれが6000度ぐらいあるそうで、その熱で材料を溶かしていって精密な切断をすることができるそうです。放電加工機のすごいところは、通電さえすればどんなに硬い材料でも切れるということですね。超硬合金であったりダイヤモンドであっても簡単に切ることができます。真鍮ワイヤーの動きとしては、こちらのリールから細い透明なパイプの中を通って機械の中に入ります。そしてぐるぐるとこの辺を通って Z 軸の中に入ります。そしてセンサーを通って上側、ワークの上側についているノズルを通って続いてワークの下側にある下ノズルを通って機械の裏側に向かいます。はい、こちら機械の裏側なんですが、今出てきているのがハイワイヤーと呼ばれる、もう放電されて、もうダメになったワイヤーですね。これを再利用することはできなくて、スクラップで処理して、再利用するといった形になります。では準備が整ったようなので、実際にパンチの方からオスですね、オスの方から加工してみたいと思います。材質は SKD11 で HRC がだいたい60以上ある、かなり硬い材料です。そんなも簡単に切ることができます。いきます。こっち今加工液の方が増えていまして、ワークも全部、埋まります。ちなみにこれがワークです、 SKD11。 これもう加工始まってるんですか？全然映えないですね。加工音も特になく地味なんですが、順調に加工が行われています。でここの中にある加工液は、まあ、ただの水ではなくて
脱イオン水というのが使われているそうです。それはなぜかというと、まあ、ただの水には不純物がいくつか入っているので、それをきれいに除去するという目的で、それがさらに精度にもつながると。加工の様子が全然わからないので水中からの映像をご用意いただきました。加工中の真鍮ワイヤーはアーク放電により約6000度の高温にさらされるため、上下のヘッドから大量の加工液を噴射して冷却します。また加工中の汚れや除去された材料を洗い流すことで高速かつ高精度な加工が可能となります。よいしょ、おお、よいしょ、あ、すげえすげえすげえ、うわ、これがパンチですね。続いては台の加工です。ワーク中心に細穴放電加工機という細穴を開ける専用の機械で開けた細い穴が開いており、そこに真鍮ワイヤーを通して形状を切っていきます。余談ですが、細穴放電は折れたタップの除去にも使われます。ではパンチと台の加工仕上げまで終わったので、はめ合わせを行いたいと思います。いけるかな、結構これ、うわー、クリアランスが、むず、あ、入った、うわー、すごいクリアランス、自重で落ちるか落ちないかぐらいの、これすごいっすよ、絶妙なクリアランス。これがクリアランス3ミクロンのはめ合いです。あれ消えない。はい、一通り加工は終わったんですが、実はもう一つ種が隠されてまして、この後平検という作業をすることによって本当に消える不思議なブロックを作ることができます。こちらは平面検索板という機械で、パンチと台を組み合わせた状態で表面を薄く検索しているところです。種明かしをすると、検索によって加工の目を同じ方向に揃えることにより、ワーク同士の隙間を見えにくくしています。また、検索によって発生する極小のバリも隙間を埋める働きをするので、より隙間が見えにくくなっていたというわけです。すべての工程が完了しました。こちらが平検前、こちらが平検後となっています。まあ、実際にやってみます。何もない平面のブロックから、ぴょこっと、桜の花びらが出てきまして、これを置くと消える。もう一回やります。何もないところから出てくる、置くと消える。はい、今回は牧野フライスさんの U6 というワイヤー放電加工機で加工してもらったんですが、U6 という機械はどんな特徴があるんでしょうか。そうですね、ワイヤー放電加工機の中で非常に一般的な加工なんですけども、例えばこういうサンプル、先ほど加工しましたけども、はいはい、こういった形のサンプルが比較的簡単に加工できる機械になっています。まあ、特に精度の部分で気になったところが、マシンとか旋盤だと、まあ、測定してから寸法を入れて、まあ、はめ合わせるみたいなことをやるんですけど、測定、まあ、なかったですよね、っていうかできない形状をしてるじゃないですか、はい、これどうやってこうはめ合いを調整したんですか。そうですね、マキノフライスのワイヤー放電加工機は私たちの方で加工条件がゼロ狙いにする加工条件が揃えてお客様に提出させていただいてますので、クリアランスだけ計算してギャップを作っていただければ、簡単にこういった形でクリアランスを設けた加工が可能になります。気になったのはこれなんですけど、はい、これもしかして立ててやったんですか。そうですね、こういった形で立てて加工をしました。これ400ミリあります。はい、これワイヤーでこう切ったわけですよね。そうですね、はい、切れないもんなんですか、ワイヤーが。そうですね、こういった400ミリの厚みの条件も私たちは揃えてまして、はい、かつ機械合成やっぱり優れてますので、優れた伸直性を持ってこういった加工が比較的簡単に加工できます。普通だったらマシニングでエンドミルでやっちゃえばいいじゃんと思うかもしれないですけど、焼き入れ工だった場合そうはいかないですもんね。そうですね、あとは工具の管理も大変になりますので、うんうんうん、ワイヤー放電加工機で寸法調整とかも非常に簡単に加工ができます。これすごいですね。マックス400までいけるんですか。この機械はマックス400で、その他の機械ですとマックス500、600っていうのもご用意しております。これって
何ですかね。竹首相ダイヤモンドです。ダイヤ、はい、あ、さっき僕ダイヤも導通すれば切れるよっていう話しましたけど、そのダイヤ。そうですね、その通り。え、なんか僕ローズ系してなんか研磨機とかでやってるイメージだったんですけど、ダイヤとかってワイヤーでもやれちゃうんですか。できますね。すごい。はい、というわけで今回は牧野フライスさんにご協力いただいて、皆さんが気になってたであろう不思議ブロックの解明をしてみました。ご協力ありがとうございました。で、なんか展示会が近々あるとか。はい、インターモルド2024大阪で開催されます。この機械とこのサンプル両方とも出展しますので、ぜひ皆様お越しください。はい、というわけでワイヤー放電加工機について散々見ていただいたわけなんですが、やっぱり実際に物を見ていただかないと、どんな加工に使えるのかとかね、イメージしにくいと思いますので、今回は大田区にある、有限会社小田さんという、世にも珍しいワイヤー放電加工機専門にやられている会社さんにお邪魔したので、機械のご紹介とかいろいろお願いしたいと思います。お願いします。はい、うちでは牧野フライスさんの、ワイヤー放電加工機を3台持っていて、まず1台目がこちらの U53TJ という機械で、こちらの機械は厚物の加工を得意にしております。2台目がこちらの U6 ヒートという機械になりまして、こちらの機械は横幅がより広くなっておりまして、より大きいものの加工ができるものになっています。そして3台目がこちらの U32J という機械になりまして、こちらの機械は 0.1 ミリのワイヤーを使用して、より小型でより精密な加工を得意にしており、他の2台とはまた違った特徴がある機械となっております。はい、ここからはですね、世にも珍しいワイヤー放電加工機を専業にされている、有限会社小田の小田社長に来ていただいたので、いくつかご質問させていただこうかなと思うんですけど、そもそもですね、ワイヤー放電加工機で専業しようと思ったきっかけとかってあるんですか。1台1種類の機械で、やっていると、まあそれに特化すると、深いかなんていうのかな、技術が学べるかなと思ってやってました。あ、いろいろマシニングやったり、旋盤やったりとか混ぜるのではなくて、はいはい、まあ、専門にやった方が専門性が高まるんじゃないかと。そういうことです。あ、なるほど、はい、なるほど。で、あとですね、他にもワイヤー放電加工の専業してる会社ってあるんですか、ね、いっぱいあります。 あるんですか。 いっぱいあります。あ、じゃあそこまで珍しいわけでもないんですかね。そうですね、業界的には結構そんなに珍しい業界ではない。そうなんですね、はい、すみません、ちょっと言い過ぎてたかもしれないです。はい、切削と比べてなんかワイヤーがここがいいよみたいなところってありますか。切削の場合はエンドミルとかドリルの径でもって加工条件その他が変わってくるんですけど、はいはいはい、ワイヤーの場合は、コンマ2ならコンマ2のワイヤーだけで加工するので、はいはい、そういう手間はいらなくなるっていうところがいいです。あ、なるほど、はい、楽ってことですね。楽です、はいはい、ホルダーも準備しなくていいんですし、はい、まあ、条件のところも楽と。そうです。あ、なるほど、はい、なるほど。ではここからは息子さんにもお話を伺っていこうと思うんですが、はい、まあ、ずっと牧野フライスさんのワイヤー放電加工機を使われていて、まあ、今回新しく機械を入れ替えたんですよね。はい、そうです。で、入れ替える前ももちろん牧野フライス で今回、社長から選ばせたるわと機械を言われたわけですよね。はい、で、何でもいいとおっしゃってたんですね、社長は。はい、このメーカーのワイヤー放電加工機でもいいよって言われたんだけども、牧野フライスを選んだ理由、はい、これをお聞きしたいなと思いまして、はい、これは何でなんですか。はい、まあ、やっぱりどのメーカーも僕ももともと製造業にいたわけではなかったので、まあ、牧野さん以外のメーカーももちろん知らなかったですし、牧野さんも全然名前は聞いてはなかったんですけども、うん、ただ、まあ、客観的にゼロのベースから見るとやっぱりこう牧野さんっていうメーカーの安心感っていうのが周りの人からこう意見を聞くと、やっぱり牧野さんは精度がいいよっていう意見をよくこう、まあ、聞いたりはしていたので、まあ、そのずっとこう長く加工されてる取引先の方とかからそういった意見を聞くと、まあ、それはやっぱり間違いがないなっていうところの安心感
っていうところと、メンテナンスしやすいのと、あとは初心者でも扱いやすいっていうところがこの機械を選んだ理由です。おお、じゃあまあ他の業種から製造業に来て、はいはい、製造業に対する印象とかってどんな感じですか？もともとはあの広告系 の、 あの、はいはいはい、業種に。全然違いますね。そうですね、はい、全く製造業とはあの関係がなかったんですけども、まあ入る前はこう結構肉体労働だとか、あとは結構残業が、まあ、やっぱり多いだとか、はいはい、ちょっとこう給料とか、まあ、お金の面でそんなにあの高くない、まあ、低賃金、悪い言い方すると低賃金、はいはいはい、というイメージですよね。まあイメージだったんですけども、はい、まあ、実際入ってみて自分で今やってみると、はい、意外と稼げるし。そうなんですか？はい、意外と稼げるし、まあ加工も、まあ、機械がほとんど加工しちゃうので、はい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 、人間というかオペレーターはそんなに物を持ったりですとか、はいはい、まあ、重労働したりとかっていうのがなくて、まあ、よく言うと結構あの楽なんじゃないっていうのが正直な印象ですね。それはなかなかいい印象ですね。あんまり若い方からねそういう印象聞くことないので、それはいいなと思ったんですけど、はい、まあ、特にワイヤー放電加工機の場合は加工時間がめちゃくちゃ長いのが多いですよ ね、はい、そうですね。なので1回段取りしちゃえばもう数十時間動いちゃうみたいなのがあるので、はい、うまく、ね、流せば、はい、まあ、その間に、どっかお出かけ行くこともできると思いますし、はい、ね、そういうのはいいですよね。そうですね、あの CAD で、まあ、やって絵を描いて、うん、そのプログラムを加工している間に別の作業をしたりですとか、はいはいはい、まあ、もしくはその時間の間に、まあ、納品とかに行ったりですとか、 あとはその打ち合わせとかで時間を作れるのは一つの特徴だと思います。意外と稼げるそうです。はい、というわけでワイヤー放電加工機を専業にされている有限会社小田さんにインタビューさせてもらったんですけど、なんか聞いた感じだと思ったよりもトラブルが少ない機械なんだなっていうのがワイヤー放電加工機に対する印象ですね。なんか自動決線とかよく失敗してダメだったとかいうイメージだったんですけど、そんなことないらしくて、まあ、ちゃんと掃除をしていればっていう前提なんですけどそうなんで、なんか意外と使いやすくて、なんかそれはそれで楽しそうだなと思いました。いろいろありがとうございました。ありがとうございました。